いらっしゃい。ようこそインフェルスフィア第4階層へと言いたいところですが、いよいよチェックサムが危機状態を提示してきましたので、ここで緊急停止します。チェックサム緊急停止、どういうこと？プログラムの報告によれば、現在この世界にはいくつかの矛盾点が生じています。矛盾点？それでも今までは許容範囲内につき問題なしと判断されていましたが、第4階層ともなるとそうもいかないようです。何せ生死を分ける選択が続きますから、些細な矛盾やバランスのズレすらも命取りになりかねません。そんな世界なの、ここは。それでその矛盾というのは何なんだ？部下が大陸意識になったことによるパワーバランスの歪みと、それによるプログラムの強制的な書き換えが原因です。プログラムの強制書き換え、そんなことになっていたのか？イエース。そしてそれによって目的が曲げられているのです。この世界の本来の目的は、適合者同士が互いに深く理解し、強い絆でつながれるための支援です。しかしお気づきかと思いますが、今は完全にルカが主導権を握ってしまっている。今まではそれでもお互いに許し合い、分かり合うことができました。しかし第4階層ではそんな甘いことは言っていられません。このままのバランスで第4階層を開始すれば、確実にクローシェはルカに飲み込まれます。歪みによって本来の目的を遂行できないなどということは決してあってはならないこと。故にここで一旦インフェルスフィアを強制終了します。ルカが大陸意識から人間に戻ったその時、この世界を再開することにします。それではごきげんよう。あ、スープ。矛盾ってそういうことだったのか。ということは、この世界でルカと接することはもう不可能ということになるわ。そういうことになりますね。あとは現実世界で自力で頑張るしかない。現実世界へ戻りましょう。ここにいても何も起こらない。はい。この中にルカの大地の心臓があるのか。用心していった方がいい。何があるかわからないからな。さあ急ぎましょう。クローシェ様、今助けます。待ってクロア。ルカが2人？私はそのことは違うよ。しっかり自分の意志を持ってるもの。その子は人形、私はこの大陸の意志を体現する大陸そのものなんだから。人形と同じように言われるなんて失礼しちゃうよ。プンプン。今はそんなことはどうでもいい。ルカ、クローシェ様が大変なことになってる。助けてくれ。どうして？どうしてってまさかルカさん。皆さんに一つ質問です。ここはどこでしょう？ここはって、何を言ってるんだ。正解は門でした。簡単すぎたかな。門は何のためにあると思う？中に入る人が安全かどうかチェックするためにあるのね。えクロア、その人殺して。なんだと？そうしたらクロアたちが私の味方だって信じてあげる。ここも通っていいよ。どうしてそんなこと言うんだ。クローシェ様はルカのことを少しでも知ろうと。どうしていつもその女の方ばかり待つの？そりゃ確かにあなたの仕事相手だから仕方ないとは思うけど、任務は仕方ないけど、でもあなたの彼女は私だよね。その通りだ。だからルカを助けに。あなたが今でもその女のハンカチ持ってるの知ってるんだから。憧れってデレデレしちゃって職権乱用もいいとこじゃない。言ってくれたよね、私を守ってくれるって。ああ、誰を守ってるの？今誰に武器を向けてるの？私。すごく寂しかったんだから。彼女なのに全然一緒にいられないし、かと思えばクローシュ様とばかり一緒。いつか本当にどうでもいい存在になっちゃうんじゃないかって不安で。そんなに辛い思いをさせていたなんて。本当にそう思ってるならその女を殺して。さもなくばあなたたち全員をこの場で殺すよ。あなたたちは敵だもの。敵はここから先は入れられない。俺を殺せ。みんなすまない、個人的な喧嘩に巻き込んで。だけど俺はクローシェ様を殺すことなんてできない。それに俺の知っているルカはそんなことは言わない。どうしてルカ、クローシェ様。クローシェ様、大丈夫ですか？ええ、なんとか。インフェルスピアの許可は罠だったのね。そうみたいですね。急がなくちゃ。いつでも準備 OK よ。狙い通りよ。心を合わせる。どこ見てんの。もっと力を渡しなさい。この歌を力に。いきまーす。不老師様はツンデレ。ツンツンしてて出れるのがいいなんておかしいよ。泥デレのどこが悪いのよ。失敗は許しません。演じなさい。やる。いつでも準備 OK よ。もらい。撃つよ。ここだ。もらい。心を合わせる。行きます。ここなちゃんは元気？ココナちゃんっていい子だよね。ココナちゃんって可愛いよね。イアンっているのに女の子と住むな。すごいすごい。片付けるわよ。撃つよ。まだまだだ。力が入ってくる。えい。何かしちゃうかも。私を守って。頑張って。当然。もっとよ。いい感じ。信じてる。できた。一気に決めるぞ。撃つよ。心を合わせる。入ってくる。まだまだだ。激しくいくわよ。逃がさん。そのまま決めさせ。いきまーす。このお相手するわ。いくでー。信じてる。回るでー。もういいよいいよ。回る。頑張って。ツイン。もっとよ。進撃だ。一気に決めるぞ。いや。心を合わせる。まだまだ。もっと力を渡すのよ。まだまだだ。激しくいくわよ。何かしちゃうかも。失敗は許しません。もう当然。いくでー。もっとよ。回るでー。もっいい。その調子。いつでも準備 OK よ。おとなしく倒れてよね。心を合わせる。はい。まだまだだ。いきまーす。ゲロコテツ。かわいいよね。お盆なんて超かわいいよね。なんて言うわけないじゃん。ちょださー。当然の。片付けるわよ。やめ。激しくいくわよ。感じるよ。失敗は許しません。いくでー。まずまず。もう。ゴーゴー。いくでー。まずまず。もう。いいよ。いつでも準備 OK よ。狙い通りよ。心を合わせる。どこ見てんのよ。激しくいくわよ。いきまーす。よ。撃つよ。心を合わせる。まだまだ。体入ってくる。開けて弾けろ。激しくいくわよ。何かしちゃうかも。私を守って。死ね。いい感じ。全員念じなさい。もっとよ。いつでも準備オッケーよ。おとなしく倒れてよね。心を合わせる。どこ見てんの。もっと力を渡しなさい。行きまーす。すごいすごが大地の心臓、私の思いの核、そしてこの大陸の意志よ。これが今のルカの姿なんだな。まさかこれを持って帰るとか言わないわよね。周りを回る殻は私の心を守る殻。私自身じゃない。私の本当の姿はこの中にある小さなクリスタル。無理よ、こんなに早く動いてたら取り出すことなんてできないわ。当たり前です。簡単に手を入れられたら守ってる意味ないもの。そんなこと言われなくても分かってるわよ。どうしたものかな、殻ごと担いでいくしかないか。何か声が聞こえた。ワスキがファフィオキムノスコね。あいにく私には解読できないけど、私を支配すると言ってる。マナラアイヨラスワットミープレシアヨラジスヒュムノス。誰だ？あなたは私に何をもたらすの？私はあなたにさらなる力と快楽をもたらす。それは私にとって何を意味するの？一体、共存、そして世界の流動。それは私の私ではなくなるための手。だからあなたたちは私にとって何なのかを試します。どうやら怒らせちゃったみたいね。何それ、夏当たり？何か来るぞ。ここにルカが捕まってるわよ。誰かが大地の心臓に歌でアクセスしている。余計なことを言ったから必要以上に殻を作っちゃったんだ。あの私は捕まっているわけじゃない。自分から檻に入っているの。自分から正気なの？怖いのは全て、自分以外は全部できる。だとしたら意にかなった防御策だと思うけど。この歌を開始だ。心を合わせる。どこでも入ってくる。頑張るぞ。激しくいくわよ。中から溢れてくる。私を守って行くわよ。Era Kranidawe Yora. Koro? Ima nara Daichi no shinzou ga toreru. Ah. 泥棒猫。貴様は。あなたはジャクリ。この彼女、私が対話をして受け入れてもらったものなのよ。あなたたちに取る権利はない。歌ったのはお前なのか。そうよ、結構美声でしょ。本当は講演料取りたいんだけど、今回はサービスしてくわ。お前の歌が大地の心臓、いやルカの心を乱してガーディアンを生んだ。お前こそ取る権利はない。それは結果でしかない。歌による対話は彼女と分かり合うためには必要不可欠よ。その結果、副産物としてガーディアンが生まれたに過ぎないわ。封印を解いたのは私。まずいよ、奪われた。何事だ。それじゃまたご縁があれば会いましょう。くそ、追いかけるぞ。ああ、これは一体。大地の心臓がなくなったこの大陸はもうすぐ消滅する。なんだって。この大陸を作っていたのは大地の心臓だなの。そして私も。ルカ、ルカ、大丈夫か。ルカ、しっかりしろ。大丈夫。私は大地の心臓が生み出した一人格の巨像に過ぎない。お願い、ルカを私の人の体に戻してあげて。ルカ、クロ、しっかりしろ。本体は奴が持っていった大地の心臓だ。そうだよ、クロ、急いで追いかけよう。神の御子がお相手するわ。一気に決めるぞ。いやそこだよっ。中から溢れてくる。敗は許しません。まずもっとよ。いつでも準備 OK よ。よっもっと力を渡しなさい。そのまま決めた。なんか溢れてく。失敗は許しません。これを受けなさい。当然の結果ね。諸君、なんだ、間に合っていたのか。全然気づかなかった。相当逃亡するというのは本当ですか。逃亡？人聞きの悪いことを言うな。俺はかましいわ。誰に向かっての言葉だ、隊長。あなた以外の誰がいると思います。宝石を持ってこの世界を捨ててとんずら、あなたらしい行動だ。言うだけ言うがいい。俺は自分の行動が間違っているとは思ってないからな。大した自信だな。その自信の裏付けを聞かせてもらおう。俺は民衆を助けるためにこうしてこの世界から脱出しているってことだ。ふざける。あんたはいつだってそうだ。自己中心的な思想で民衆を振り回す。18年前の巫女アーシェ様襲撃事件の時もあのようなことはせずともレプレキアを撃つことは可能だったはず。レグリス隊長、お前は有能な騎士ではあるが政治家ではない。餅は餅屋だ。大した政策も打ち出せない頭で吠えてばかりいるとバカになるぜ。あんたは一体何を考えている。俺はいつだってこの世界のことを考えている。いいか、この世界は、そして国民はとっくの昔に死んでいる。神の言いなりの政権、幸せを追い求める自由のない世界、その日暮らしの生活。なあ、俺たちはなぜ生きている。俺たちの生きる目的は何だ。この地で人間は人間らしい生き方などできはしない。人間らしい生き方とは自力で幸せな未来を築き上げていく生き方だ。神に支配され生死までも握られているこの世界でどうやったら人間らしい生き方ができるというのだ。それと逃亡とどういう関係があるというのだ。まあ落ち着け。事をせくのは軍人の悪い癖だ。住む土地を広げようとすれば神に粛清される世界。人は増え土地は減る。お前たちはこの民衆の明日や未来を考えたことがあるか。俺はそのためにレプレキア計画を推進した。この世界を自由にするためにな。少々強引ではあったが現状の打破には抵抗はつきものだ。そう考えれば悪い話ではなかったはずだ。現に民衆は大いに盛り上がった。だが 100% の成功などありえない。失敗しても全てが無に帰さないために次の手段を考えておくのも政治家の役割。この逃亡というわけか。逃亡ではない、移住だ。メタファリカが失敗した今、この世界に明日はない。この世界で全員を幸せにすることなんざもう不可能なんだよ。もしも100人の民衆が100年後も飢えに苦しむのなら、それよりも10人の民衆が幸せな国家を築き100人に増やした方がいい。それは結果として幸せな家庭と人々をこの世界に増やすことにつながる。全てに平等な憐れみなどを与えていたら全ての人間が不幸になるだけだ。だから俺は選ばれし民と共に新天地に理想の国家を築く。神に翻弄される我々の世界。相当あなたが行っていることがどれほどの民衆を裏切っているのか。大陸も紡げない巫女が大きな口叩いてるんじゃねえ。言いたいことはな、やることやってから言うんだよ。俺のやり方に反発ばかりしやがってお前に民衆がまとめられるのか。お前一人で民衆を引っ張っていけるのか。今までそうしてきました。俺の指示通りに動いてな。でどうするんだレグリス隊長。お前も俺と一緒に行くか。この交換で新天地へ。残念ですが俺はここに残ります。確かに俺は政治手腕もなければカリスマもあるわけではない。だがあんたにはないこの世界とここに住む民衆への強い思いはある。俺は自分のできる方法でこの世界を守り抜く。そうか、残念だがそれならここでお別れだな。ああ、永遠のな。俺はあんたを殺し大地の心臓を返してもらうことにする。なんだと。さっきも言っただろう。俺はこの世界を守り抜く。この世界には二人の巫女が必要なのさ。そのうちの一人を奪われるわけにはいかないんだよ。面白い。お前ごときに負ける俺ではないわ。このお相手するわ。力を。こいつは聞くぜ。いけ。こいつは聞くぜ。まずまずね。とっとと倒れ。もっともっと楽して。できた。一気に決めた。よっ。もっと力を。よっ。そのまま決めた。なんか溢れてくる。失敗は許しません。こいつは効くぜ。まずは解放します。いけ。取っときな。もっとよ。こいつは効くぜ。一気に切れるぞ。よっ。まだまだだ。力を渡しますよ。ここだ。はいよっ。そのまま決めちゃう。よっ。なんか溢れてくる。失敗は許しません。こいつは効くぜ。まずね。いけ。その力を。取っときな。いいわ。こいつは効くぜ。当然に。できた。一気に決めるぞ。はい。まだまだだ。力を渡しなよ。まできるぞ。よっ。えい。開けてはじ。よっ。失敗は許しません。解放します。もっとよ。とっときな。いいわ。ここからだ。とっときな。いけ。いいわ。できた。一気に決めるぞ。えい。もっと力を渡しなさい。お別れだ。死ぬがいい。終わらないの。失敗は許しません。力を。こいつは効くぜ。もっとよ。いけ。もっとよ。とっときな。いいわ。とっとと倒れ。いい。もっとまずいいわ。いつでも準備 OK よ。はい。まだまだだ。もっと力を渡しなさい。次です。これを受けなさい。こんなところで死にはしない。必ず生き続ける。なぜならこの世界が俺を必要としているからだ。決して傲慢で言ってるわけじゃないぜ。むしろ献身的だからこそそう考える。なぜだかわかるか。そんなザレもわかりたくない。何事だ。申し上げます。下部制御室にて爆発が。新生政府軍の連中が爆破したものと思われます。バカな、自らの騎士者とも落とす気か。とにかく私たちも脱出しないと。待ってくれ、まだ大地の心臓がここにある。そんな探してる暇なんて。ルカを見殺しにはできない。行きましょう。言い争っているだけ時間の無駄よ。探せるだけ探す、限界だと思ったら脱出する。これでいいかしら。ありがとうございます。俺は自分の意志だ。さあ行くわよ。